ソウルジャーカー第18回は鹿児島県の南部種子島が舞台。南を流れる黒潮や1年を通して温暖な気候は多くの生き物を育んでいる。今回その訪れているタイミングというのが5月の上旬。アオリイカというのは夏場に生まれて夏前に孵化して秋のシーズンにどん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 成長するんですね。で冬場に孵化場に落ちてその間まだ少しずつ成長するんです。で大型化したアオリイカが接岸してくるのがだいたい4月の上旬から5月下旬にかけて、これが産卵とかそのペアリングを控えた大型が浅い手話に接岸するタイミングです。でここの種子島であればこの5月その3キロ4キロになる大型のアオリイカにやっぱり一番近づけるシーズンなので、少しでも大きなシーズン大きくなるようなアオリイカに狙いたくてこの種子島に来ました。できればですけどやっぱり4キロっていうサイズを超えたアオリイカを今回出会いたいですね。撮影初日、種子島に到着した川上はひとまず海の様子を確認するため近くの漁港にやってきた。貴重な夕間詰めのタイミング、期待を胸に防波堤の先端に向かう。いいですね、ちょうど湾の形状になってるんですよね。で両サイドが岩に囲まれてて、でそこもずっとシャローが続いてちょっとパッと落ちてるんですよ。でイカが入ってくるとしたらその深く掘れてるところを真ん中ふわーっと通ってきて、その後ブレイク沿いに来たりとか、まあ向こうから来たりとかあると思うんですよね。で潮と潮がちょっと出会う、よれたりとか潮目がある場所に一瞬足止めてくれたりするんで、風は背負ってるんで基本的にはそれほど荒れてはないんですけど、おそらくキャストしてラインが風で煽られたりするんで、エギは安定性の高いものを入れていきます。エギ王 K シリーズですね。4号から3号ノーマルとあとシャロータイプまで入れていきます。でどんどん光の色変わっていってるんで、エギ王 K のネオブライト、夕間詰めに強い赤い紫外線発光のネオブラレッド、クラクラウッディからいきます。 3.5 のベーシック。結構身が張り出してるんですよね、リーフが。種子島に生息する大型のアオリイカには赤イカ型と呼ばれる個体が存在し、その大きさから釣り人の間ではレッドモンスターと呼ばれ憧れにもなっている。果たして今回の釣行で出会うことはできるのか。結構浅いですね。この湾の形状のおそらく中央付近からこの手前にかけて、このリーフ沿いに入ってくるイカを僕狙ってるんですよね。それか向こうから入ってきてその中央付近に溜まってくるイカか、その必ず彼らがその通ってくるエリアにコンタクトしているのと、あといつ来るかわからないんで、その手を休めないってことですね。結構赤イカとの釣りって乱眼してポポポポって拾っていくというよりは、自分がしっかり足を止めて彼らを待ち受けるっていうその回遊待ちのスタイルが一般的だと思うんですよ。とにかくどんどんこれから光が変化していって彼らが通るタイミング、その時に必ずエギが通、自分のエギが水に入っているようなことを意識してますね。時刻は午後6時。この後満ち潮が数時間続き満潮を迎え、その後下げ潮に入る。潮が動く時間帯に期待したい。潮って何？上げはいいですよ。
はい、僕結構好きなのは上がってる状態から下げ始めて、その潮位が高い状態で潮が効く状態と、上げててそのどん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 水位が高まってくる状態、そうすると沖からイカが入ってきやすいですよね。上げに乗って入ってきたりするんで。いい時だったらもう来てもいい時間帯ですからね。しかし反応のない時間が続く。そして日が沈むまで粘るも何もないまま濃淡を迎えた。移動日で少し様子見たくて竿を出したんですけどね。このいい時間ですけどいつ来るか分かんないっていうのもすごい、このレッドモンスターって呼ばれる赤イカの特徴かなと思います。船の釣り、はい、今回あるっていうことで。そうですね、もうその大型のアオリイカにやっぱり近づくために彼らが岸に来る時間帯には自分が岸に立って、で日が高い時間っていうのは彼らやっぱり深いところにいるんですよね。でそれにやっぱり自分から寄っていく、船を使ってオフショアのエリア、水深の深いエリアを探っていく。もう赤いが大きいアオリイカ得意な船長にお願いして、はい、朝から、まあ、風があるんで分からないですけどね、少しお話しして出れるようであれば、もう出れるようであれば朝から、はい、しっかりディープエリア狙っていこうかな。また夕間詰めになったら、はい、少しショアラインでできるところを探して夜に来る大型にこう出会うためにですね、場所もしっかり選びたいですね、はい、ノーフィッシュに終わった初日、明日に期待したい。迎えた翌日、種子島は大荒れとなった。これは厳しいですね。めぼしいところ、本当は沖に出てやりたかったんですけど、これは出れないですよね。やっぱり日中チャンスは薄いんですけど、白イカがいれば白イカですし、もう昼間は赤イカかなり深いところにいるかなと思うんで、おそらく今の日中の時間帯に狙えるのは本州と同じアオリイカの白イカだったり、こちらの中で大型化するコウイカで昆布締めっていうのがいるんですね。あとトラフコウイカとか、そういった大型のイカも狙えるんで、場所のチェックをしつつ、水深のあるところであればそういうイカと出会える可能性も高いんで、夕間詰めに照準を絞りつつも昼に狙えるイカを狙っていく。で夕間詰めに目星いいところに入れたらいいかなと思います。でもう入ってくる赤いイカを狙う、それでいきましょう。川上は北東から吹きつける風をかわすため島の西側へ移動。アオリイカを探すべく漁港やジーソなど目星いい場所を欄干する。守られてる分エリアそんなないですね。ここなら若干風かわせそうなんで、まず港内から始めてみますね。僕沖向きに沖堤が何本か入ってて、その中なんで向かい風なんですけど穏やかなんですよね。大型の赤イカを狙うっていうんではないんで、あくまで本州と同じ白イカもしくはクワイカで昆布締めとかコウイカなんで、テンポよく打っていって、そこについてるイカと出会えればって感じですね。なのでもう昼は欄干スタイルです。で中から探っていきましょう。
こういったコーナー打つときは堤防が作る角とか潮がよれるような場所、こういう堤防の地形が作り出す変化を狙っていきますね。エギオ系のネオンブライト 3.5 のベーシックのピーカンブルーです。青の紫外線発光が特徴のピーカンブルー、イカに対するアピール度は高い。校内にいれば結構ふわっと上まで追ってきてくれると思うんですよね。逆にあまり姿が見えないのだったらどんどん打っちゃっていいと思います。漁港内をテンポよく探っていく川上、次は漁港の外のシャローに面した場所を探る。浅いですね。足元ちょっと深いんですけど、キャストした地点がもう立ち上がってるんで、エギオ系のシャロータイプ、エギの位置を見やすくして追ってくるイカも見つけやすくする。浅い岩の上でも岩の真上に投げてしまって着水と同時に動かす。もう海藻帯、明確な海藻帯っていうのがないので、こういった岩とかリーフの下とかにやっぱり産卵するんでしょうね。奥が海岸ですからね、見た感じあまり障害物もないんで、ついてるとしたらこの辺いそうですけどね。と言ったその時、でっかい、見えます？足元に2キロぐらいのいる、白だな。あれ食うかな、やったら傷ついてますね。見ろ見ろ、傷ついて、あ、向こうからも来た。あっちオスでこっちメスかな、ペアリングしてるのかな。もう一杯いってるけど、エギ見に行かないですね。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。